はい、皆さんこんにちは。榊篤史でございます。もう6時、6時35分ですね。もう今日はこれでおしまいです。今日は忙しくていつもより本数少ない。まあいいけど、ドルウォンどうだったのか見ときましょうね。あれ何やな、変なんか今日 PC 変まあまあね、しゃあない。はい、千代田区30度で、この部屋は29度でございまして、 PC の画面が真っ黒になりました。ああ、戻ったかな。あかんね、もう5年やね、ほんまに。全然ね、メモリーはあんまり使ってないんですよ。これ動画撮るでしょ、だいたい消してるんですよ全部。だってみんなはね、あの YouTube に上がってんだもん。別に、だから別にあれですね、 1389.95 グラフが映らへんねん、グラフが。ええわ、別にグラフ話しちゃうし。ですね、あれ映ったかな、映ったかな、はい、前は、こんな記事が出てまして、これは北海道新聞ですね。堀井学氏次期衆院選不出馬以降25日に正式表明と。だから記事本文、北海道新聞初めてちゃうんかな。自民党の堀井学衆院議員比例代表同ブロック、道って北海道道ですね、まあ、24日次期衆院選で自身が地盤とする道9区読めへん肝単身日高管内に出馬しない意向を固めたと。これはですね、道と派閥の裏金事件で責任を取る考えて、これは多分ね、裏金問題ではなく、なんか別の事情があるんちゃうかなと。あのね、裏金問題は前から言ってるよね、何でもない事件なんですよ。で、なんか知らんけどね、岸さんがね、謝ったのとですね、あのメディアが騒ぎすぎたんですよ。だって一番ごまかした人って2000万とかでしょ。全然大したことないやんと思う。あの僕らの感覚はいや、2000万はあれですけど、国会議員ってね、一人でね、10人ぐらい人を雇ってるんですよ。あの、まあ、国のお金でですね、3人かな。うん、で、他に自分のお金でですね、最低5人ぐらい雇ってますよ。だって、出ないと回らへんねん、もう。でしょ？そしたら結構な額が動くんですよ。どうでしょうね、年に1億動く人は少ないかもしれないけど、5000万ぐらい動かしてる人は結構いるわけなんですね。で、多分もっと動かしてるんやと思いますけど、そうするとですね、やっぱお金はいるわけであってですね、で彼らにとって2000万っていうのは、年収500万の人にとっての200万なんですよ。でしょ？いやー、だから別に、金銭感覚は多少、一桁ぐらい違うんですけど、やつらの金銭感覚は僕らと。まあ、それにしても大したことないやと思うんですけども、それでね、政治家ってね、ああいうね、お金実はいっぱいあるんですよ。あの文通費というのがですね、何やったかな、月に100万もらえて、それ領収いらんとかあるでしょ。で、あとね、実は国からもらうのはそれであってもね、あの派閥で持ち代とか米代ちゃうわ持ち代と小売代をくれるんですよ。100万とか200万現金で、はいってありがとうございますって、みんな、岸ちゃんやったら、宏池会に、はーいって岸ちゃんが渡すんですよ。まあ、岸ちゃん渡すときはあの、誰かが渡す、代理が渡すんですけど、それってね、彼らは岸ちゃんから100万円もらいましたって、いちいち、あれです、あの政治資金なんたら法に書きませんよ。当たり前や、そんなん書かんでも、バレへんでも。でしょ？でしょ？で、それは年に2回、今は氷代。じゃあ派閥なくなったしみんなもらえへんやんでしょ。岸ちゃんは配ったみたいでしょ、自分のこれで5月ぐらいにまあ知らんけど、他の派閥もらえへんやん、いつもここで100万円もらってたのにとみんな思ってますよ、きっと。派閥あった方が良かったなとかでも思ってる人いっぱいいますよ。そう、まずそれあるでしょ。で、他にも実はもっといっぱいあるんですよ。何かというとですね、自民党の金庫から出てくる金なんですよ。これがですね、自民党には年間ですね、何十億というお金がですね、あの自民党金庫に入るんです。国から。政党助成金って。これね、領収書いるっていうんですけど、いらんっていらん。あのね、
自民党金庫に入るでしょ。そしたら幹事長という役の人がね、今は茂木さんという人ですけど、あの幹事長という役の人がよっしゃちょっと3億出してったら入って3億出すんですよ。んで茂木なんたら金3億受領茂木なんたらって言ってピッとカメラするの。それで OK、 もう OK、 もう3億はどこに消えたんですかっていう、そういうことなんですね。でこれ年間10億ぐらいは出してるんですね。10億どうしてんのって言ったら配るんですよ、現金で。国会議員が選挙があったら、よっしゃこれで行こう、この300万使いとか言ってこうピッと渡すの。それみんなですね、政治資金収支報告書に入れてると思う？入れてないんですよ。これ裏がねえやん、そんなでしょで、これはほんまはやったらあかんのですけど、内閣には内閣機密費ってあるんですよ。これは年間50億とか60億ぐらいあるらしいです。でこれはね、領収いらんね何に使うともええねん。でこれはですね、多分最終的には総理の許可がいるんでしょうけど、官房長官の裁量なんですよ。基本は総理がいちいち誰に1億やれとか言えないでしょ。そこから金抜くねん、抜いてほんまわかんないですよ。ほんまわかんないですけど選挙に使うねん。だから与党は選挙強いやんって当たり前か、それみんな裏金ですよ。で今回の裏金はですね、もう1年弱前ですけども、一生懸命パーティー券裏張ったんやん。でそれ裏張った分をちょっとバックしてもらったわけですよ、現金で。でそのバックしてもらったのを自分のですね、要は政治資金収支報告書に載せへんかったというだけの話であって、で私が今言うた持ち代小売代やですね、自民党の幹事長が「おいこれ使え」ってもらうお金やですね、あとはほんまあかんのですけど、内閣官房から「ちょっとこれ使え」って出たお金、あれみんな裏金やんそうでしょ。だからまあまあ、だから細かい話なんですよ。まあたまさかねバレたというだけの話であって、でそんなんで、ね、ごめんちゃいしたら済んだ話は、最初に綺麗にごめんちゃいしたら、ごめんやってましたっつって、それをねうちゃなんとかごまかして、まあ、ごまかして切り抜けようとしてるさかいこんな大問題になって、で最後はこうなってしまったわけですね。岸さんの処理ミスです。でメディアはアホですよね。なんでそうね、内閣機密費官房費とかね、そっち使えへんのっていう、やっぱり空気に支配されてるんですよ。なんで 米代 も小売代を問題せえへんの。それでも100万200万で裏金やんそうでしょ、うん、なんで内閣じゃあ自民党の幹事長室が出てくる金は問題せえへんの。あれも裏金やん。誰もこれ幹事長室からもらいましたって期待せえへんやん。そんな見たことないでしょ、記者の皆さんだからですね、あれは裏金なんですよ。4年ぐらい前にですね、なんたらっていう法務大臣が広島選挙区のですね、参議院選挙でですね、安倍さんの嫌いななんたらっていう議員を落とすためにですね、自分の嫁はんを参議院議員にするためにですね、買収しまくったでしょ。あの時に自民党からその参議院候補に流れた、もう辞めましたけどね、女性、金は1億ぐらいと言われてます。でばらまいたのが1500万ぐらいなんです、分かってるわけで。残りの8500万どこ行ったん、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 どこ行ったん私はそれが知りたいはい、まあいいんですけどね、はい、まあいいことないから、別にまあ、ね、どうでも言っちゃどうでもいい話です。今このですね、政治資金のこれで、出馬をやめになった北海道新聞の堀井学さんの記事のアドレスだけ貼っておきますね。しょうもない話でしょ、政治資金ってはい、ということで、ですね、しょうもない話でですね、岸さんはアホな目に遭っているというところでございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。